ホリー・ミランダはアメリカ合衆国のシンガーソングライターである。ピアノを習った傍らギターをトランペットを自習。2001年にハイアバーブ・ザ・シティを録音20曲からなる。このソロアルバムはショーでのみ購入できる。2003年の秋にアレックス・ラプソンと会ってチームを結成。このプロジェクトはザ・ジェラス・ガール・フレンズというブルックリンは ウィリアムズバーグの4ピースのバンドになる。彼女の音楽はカニエ・ウェストやスカーレット・ヨハンソンといった人々に評価されている。ミランダは教会で歌って育った。ピアノは6歳から始め、ギターを手に取った14歳ぐらいから作曲を始めた。16歳の時にニューヨークへ移住、高校をドロップアウトし、通信教育で卒業した。 17歳の時にメジャーレーベルの BMG より誘いを受けたが、結果はかんばしいものとならなかった。結局そこから抜け出したの。それはちょうど安全などこかにいて、誰もそれを聞いたことがなかったのよ。とミランダは後に語っている。ニューヨークに引っ越して、後にザジェラスガールフレンズのバンドメイトとなる人々と出会う。ザジェラスガールフレンズは、ナダサーフや、 デルタ・スピリットといったバンドとツアーして回っている。彼らの曲は CSI、マヤミ、L の世界、グレーズ・アナトミー・恋の解剖学といったテレビ番組で使われた。バンドは非評価からの賞賛を受けたが、ヒットには繋がらなかったという。しかし、バンドのメンバーは彼らの音楽を追求し続けた。ザ・ジェラス・ガール・フレンズが休止後、ホリー・ミランダはソロアルバムをリリースすることを決め、 友人でありブルックリンのロックバンド TV オンザ、ラジオのデイブシテックと作業を開始した。所属パブリッシャーのクリサリアミュージックの経済的援助の下、ザ・マージシャンズ・プライベート・ライブラリーを2008年に録音したが、2010年に XL レコーディングスと契約するまでリリースされなかった。ザ・マージシャンズ・プライベート・ライブラリーは批評家から好意的な評価を受けた。 音楽レビューのまとめを行っているメタクレッティックによれば、このアルバムは平均で68点の評価を得たという。アルバムはアメリカのビルボードのトップヒートシカーズにて最高40位を記録し、彼女の作品で初のビルボードチャート入りを果たした。フォレストグリーン、オーフォレストグリーンがリードシングルとしてリリースされ、ついでウェーブスがリリースされた。また、 日本版も2010年に発売された。ホリー・ミランダはレズビアンであるが、彼女のことを音楽家として語られる時にそのことを持ち出されたくないと考えている。公表されても問題ないけれど、私がレズビアンであることは、私の音楽とは関係ないわ、と彼女は語っている。私は、私が好きな人が好きなの。レズビアンであるということで、 私の音楽を聴かないということがあって欲しくないし、またレズビアンだから聴くということも嫌。私はそのことをプロフェッショナルに処理することはまだ、できないわ。ホリー・ミランダは2010年にロサンゼルスへ移住した。現在は次のアルバムを制作中である、アルバムシングル。ありがとうございます。